得点戦略って人によって違うんですよ。得意科目をどこまで伸ばすかと、苦手科目を、その、どこまで伸ばすか、どのぐらいまで潰せるか、負けないぐらいまで持っていけるかとかっていうのは、やっぱ人によっても違うし、なので、そこですね。その自分の、こういう点数を取れたら理想だなっていうところから逆算して、じゃあ自分は財務っていうところは、 計算で点数を取らない。点数は手堅く取ろうってやれば、効率性重視の丸だけでもいいのかもしれないし、他で取れるって自信があれば。っていう感じです。はい。これはね、あの、公認会計士に限らずだと思います。皆さん。あのね、自分がこういう点数の取り方して合格するのが理想だなっていうところを、一旦考えて、そこから逆算する。どこまでやるのか。 まあ、日本史のテキストとかもありますよね。日本史のテキスト丸々全部一冊覚えなきゃいけないのか、赤字だけ覚えればいいのか、あんまり単語っていうところを覚えるというよりかは、流れをしっかり理解して記述をできるようにすればいいのかとか、あのー、まあ、ゴールによって全然その教科書の使い方は違うので、常にゴールを意識した勉強を頑張ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。